お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらみかん坊やデッキやっていきます。さあ、こちらね、なんとツイッターの方で、先日みかん坊やさんがね、最強すぎると作っちゃったよと、ツイートしてました。はい、まあ、そんな言い方じゃなかったか、はい、強すぎるドリルデッキ完成したみたいな感じのツイートをしてたんで、まあ、ちょっとね、本当に強いのかね。はい、やっていきます。で、まあ、みかん坊やさん知らない人、まあ、ほぼいないと思うんですけど、まあ最近クラロを始めたプレイヤーとかはね、結構ね、誰だってなるかもしれないんで、まあ、軽く紹介すると、まあ元チームメイトですね。はい、まあ、元ライバルかつ元チームメイトな、でめちゃめちゃ古参プレイヤーだな、みかんさんは。で、まあ基本的に高回転デッキをね、愛してる男ですね。あの、まあクラロワにその高回転っていうデッキを開発したのがみかんさんって言われてます。言われてるというか、まあ実際そうですね。はい、なんかスケアイスピー入れてホグライダーを高回転で回すみたいな、もうその仕組みをね、開発した男ですね。なのでなんだ、すげえ男っす。はい、一言言うとね。はい、でたまになんかゴミデッキ作るんですけど、みかんさんたまにやったーっつって、はい、同じチームだった時たまにゴミデッキ作ってたんですけど、たまにすげえの作るんですよね、本当にたまにね。なのでちょっとね、今回どんなもんかやっていきます。クロスね、まあ、一旦耐えまして、いや、めっちゃ痛い。文句ドリルですね。デッキの紹介何もしてなかったわで、まあ、みかんさんプリンセス大好きなんでね。で、あと今の環境でもね、はい、プリン強いので、おい、プリン警戒ね。いかにプリンセスでちょっかいかけれるかが大事な気はしてはいますが、いや、もうサイクルが早すぎる相手。いや、でけえ怖え。さあ、ボイド文句で、まあ、クロスをしのぐことができれば、あとはこのちょっかいプリン削りでよしこれで勝つ。 LSP タッキー巻いていな、いたかな、覚えてねえが、ずっと使ったんでいっちゃおうかな。たまたま LSP を、おっ、うおい、おいしい相手進化スケにビビりすぎだろ、おい、寝かったんかな。いや、いい流れじゃないこれで。さ、文句もあって、正直文句削りできるんだね俺は。ああ、いや、いいなそれ、いい受けすぎる。いや、俺は文句削りしたかったが、一回我慢か。これなんか冷静にこの時期すげえな、そのなんかダクネダクネウッド、跳ね返れね。なんかね、うっ、ん、もしなんかだいぶ普通じゃないというか、まあ、最近なんか強いやつらを一平なねじ込んだだけみたいなえ、ごまじでお願いします。いや、ダクネがいるのがね、おしゃれ度高いっすよ。あ、LSP サイト、お、え、俺さ、今さ、跳ね返したやん、跳ね返したやん、今どう考えても今のでさ飛ぶん、跳ね返したやん、納得はいかない。いや、でも文句で一生耐えれんな。まあ負け筋ロケ削りか。いいよ。いや、ダクネのコウモリで相手のダガーを眠らせて、まあドリルを刺すみたいなね、戦術っすよね。よいしょ、すごいな、なんかどう頑張ってもこんなデッキにはたどり着きそうにないが、勝てるんですか僕は、どうなんですか。ウッド使った。いや、なんかダクネがマジでちょっといいんだよな、高回転ダクネゲー。やばい怖すぎます。いや、進化すけ、え、で、このダクネのコウモリを生かしながらの、いや、これよね。いや、これ進化すけドリーム来たわ。うい、来た、え、めっちゃついてなっちゃうやん。おい、気持ちいい。あれまあ初めて使ったっすけど、1戦目にしては良すぎないか
だが、3000ももらえんだ、嬉しいな。まあさ、初戦の感想はだいぶいいな。まあちょっとまだ何に負けるかは分かってないんで、まあちょっとむずいな。まあ対空が弱そうぐらいかな。ダクネプリンなんで、まあ対空弱そうなんですけど、まあボイドでそこを頑張れればいいかなみたいなね。さあ、ジェッツさん、コカッちゃんの人だな。なんで、ハシマイプリンがね、嫌だな。お互い。姉妹プリンが嫌だな。よいしょ。まあ、ほぼ文句削りみたいなとこあるよな、正直。はい。文句でほぼ削る。いい、姉かいっすね。インフェね、完封できないんかな。まあ姉妹警戒、あそこのインフェって多分プリンタゲ取られちゃいそうだな。まあ一応ね、警戒をして。やべ、なんか変なとこ飛んだ、ドリル。変なとこ飛びやしたが、まあえっか、いいよ。ウッドが綺麗なタイミングできそう。いや、もっといいタイミングあったな、絶対。ハシマイプリンのケアも、これどうなんだろう、怖すぎん。いや、危ねえ、なんかマジ怖かったな今。お互い進化スケドリームがある。さあ、単品はダクネで拾える。これ今文句の跳ね返しを警戒してのね、大きめっすね。ハシマイプリンで文句でもうさ、うわー、いや、文句が固まってのちょっといいように見えたけど、そんなか。意味ちょっと強えな。まあプリンだけ警戒して、まああとはね、ワンチャンロケ削りもあるんだよな。以上、スケとかで完封できない。なんか後ろからさ、マジザクネ垂れ流してるだけちょっときつそうじゃないって。やだ。マジロケ削りが嫌すぎる。跳ね返しそう。え、ここのボンバやばい。これ強すぎん ?2 発で、ダクネのコウモリが。え、みかん坊やデッキ強すぎないか。え、なんかこの、さあ、ここ最近やっぱダガーが強いから、まあそのダガー見たのね、ダークネクロは、まあ今、ジャイダクネ、ゴルダクネ、まあ、ジャイダクネ、バルーンとか。なんかちらほらいるわけで、環境にちゃんと強えな。まあ、めちゃめちゃクロスボウっぽい。はい。全日本ハシマイプリンセス大会みたいな言ってたしな。まあ、プリンを出すのは、あー大事ですよと。さあ、ラバね、いや、そう、ラバがちょっと怪しいと思ってます。インドラを早めにしばきたい。これスケドラが飛んでくれたら美味しいけど、飛ばねえのか、モングの反射とかで。うん、全然飛ばねえな。え、やばい。ラマンが入んない。文句の反射でスケドラが飛ばないのか。まあまあまあ、攻めるか。なんかいちいち交換しちゃいたいな。インドラとかがめんどいな。まあこれで、文句いらない。ハシマイプリン、いや、めっちゃいい。うわー、ユキ
麦生強すぎ。これ耐えたいな。いやこれね、インドラでやられちゃうんだよな。え、怪しいボンバー来てる。マジ結構熱いこれ。怪しい雪玉も来てる。マジあるな。怪しいかな。いやまあまあきついんで、ちょっと両サイね。いや結構いい流れじゃない。うわうまい。それ何そのおしゃ。やばい、終わりやしとる。攻めなきゃ。攻めてから考えよう。マジで言い返してない。やばい。え、待って、おいしい。反射してちゃんと耐えて。マジであるぞこれ。これこっから勝てんのか。こいつだけ芝居て。はい、いやでもきついぞ俺が。いやこれ文句で削って勝つしかない。やばい。うわあ、惜しい惜しい。ちょ待って、ラバー勝てそうだったか。いやこれみかん坊やでき、はい、悪いとこ出ました。はい、体育薄いっす。体育薄いっす。マジできつかったな。ラモス来たやん。初代クラロワ公式世界大会チャンピオン、初代王者ね。いやラバまあ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 薄いながらも頑張りはしたけどな。まあ可能性はあったか。まあみかんさんだったら勝ってたかもしんねえな。うん、逆にみかんさんだったらもっとボコボコにされてたかもしんねえ。それは分からん、それは分からんが、まあ、ワンチャンありそうだったな。え、もう強い。え、もう強い。これやばくね。トリトンもボコして、えぐい。でもこれだけで勝つぞ。ああ、え、絶対きついやん。やなめか。え、一撃。ワンパンですって。いやでもダクネ文句がレアなんだよな、普通に考えて。なんかダクネ出したらさ、まあ、それ相手はウィザードとか、まあ、ネクロマンサーとかマザーネクロとか、まあ、ダクネに対して強いカード出すやん。それを文句でこう反射でーすっつってできるんだろうな。ちょっとせこいな。ちょっとこすいかこれ。いやいいな、ダクネこれ。そのマジだいぶ悪いカードだな。普通に普通に壊れ領域ではある。早く固まってね。よし。いやー強すぎ。大丈夫そう。ボンバ残んねえかな。残れ。綺麗にいかれるが、いやいい勝てせん。いや守れりゃ全然あるな。ロイジェイボイドで溶かしてもいいな。タルザップロイなんだ、レアだな。で相手のさね、あれはもう怖くないやん、ウィザードは。はい、これでウィザードさよならっしょ。
右サイドに来んのかな。え、マジ美味しくねこれ。ネクストウィザード生かそうとしてんだ。てか相手あるやん、あれいるやん。文句。なんか気づいたら行かれてはいる。え、強い。神のボンバー、ウッド進化ボンバー。おい、優秀ですね。え、やっぱ強えな。ラバーだけ。ちょ、ラバーはね、もう仕方ねえのか仕方ねえのか。まあ、いや悪くない。今のところだって3勝1敗ジャイ系には勝てそうだな。なんか端前プリンして後ろからダクネからの端前文句するだけみたいな、これゴブリンドリルいらない説。やだなプリンセス対決やんのか、やだな。まあバレルもあれば普通にロケ削りもあるわこれ。あ、ロケットを誘って文句で跳ね返す的な可能性もあったな。いや、まあこれ文句削り安牌。うわー、めっちゃいいわ、その端前レシピみたいなケア。うわー、いいケア来たな。ワンチャンで端前プリンを警戒しないといけないのがね、もう嫌だ。俺が端前プリンすりゃよかったな、これ。この状況はケアできないだろ。あ、タイミングですやん。やだロケ削りや。これマジでさ、でも、ケツダクネからの。事故ったら終わり。うえ、怖っ。マジで怖いな。じゃ、ロケット誘って跳ね返す。あるか。最近ロケ時代だしな。いや、いいキアだな。え、反応良すぎん。いやー、まあ一発ぐらい許すかこれ。いや、マジロケ誘ってもいいけど怖いな。怖いが勝つ。よし、まあ端前止めてくんだろうな。お、わあ、止めてくんだろうなって言いながらも文句を我慢できない俺がもうやだいや、あれ射抜きてー。いや、マジで熱いこれ。えぐくるやん、マジ。そんな余裕ある相手。いや、それはマジずるすぎ。でかい。え、マジやばいそれ。ダクネがダクネがダガーが寝てんだよな、毎回。なんか攻めたい時にちょうどよく。え、ダクネ垂れ流し時代いた。端前プリンかつダクネ垂れ流しで、うわ、マジもうスーパルーよ。 12-3% のやつだっけ、 14% ぐらいだっけ。熱い。いや、ダクネ垂れ流し自体来た。ダガが寝てる、マジ。毎回寝てる。ダクネ強えか、さては。エレキ。珍しいな。ちょ、ダクネ垂れ流したいな、俺は。お？ボーリー。ボーラーエレキか。まあ、スケラフリーズ的な？
まあ橋面から出してね、ボーラーの石でダメージ与えてもよかったけど。え？嘘みたいな。これ絶アンドボーってこと？いやー怖っ怖すぎんだけど。まさかのペッカ、なんだペッカボーラーアーチャー。まあバルーンスケラー、あとはジャイとかがいる可能性もあるし、まあアンパイアバルーンスケラーね。ペッカかー、ペッカ嫌だな。まあでもなんかモンクダクネの形が強そうなことはわかる。これ右にコストを使わしながらの左だな、実はみたいな。よし、よし、これが狙いで、ダクネが最強。いや打ってもよかったが、打たなくてもよかったか。まあ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 、まあ、焦らずね、相手やなめなんでね。いやー強い。だが、まあプリンちょっともったいなかったかな。まあエルキが邪魔だな。攻めてもいいなこれ多分。いやーまあ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 許せるか、意外と耐えてる。なんとかなって、ヤナメファイブね、呪文ハーク。ペッカが嫌だな。ここでペッカをしばけれれば、いやいい、ダクネのコウモリでほぼ溶けんだよね。いやマジダクネ強えな。でプリンセスで嫌がらせだけして、こいつでも嫌がらせして、こっちタケ取って、なんでやねん、まずいな。いやめっちゃイボイドいや暇、これ左でもよかったけどな。ヤンナーメファイブだもんな。いやでかいでかい、あれがないのがでかい。なんでやねん、ボーリーが、ボーリーおじさんがやばい。いやいいよ、いや耐えりゃ勝ちなんだよな。行こう無理。まあこれはエレキをしばきたい。いやーそれだけで十分。ダクネ強っ。え？余裕で止まんの。やばい。まずい。まずい気はするが。なんか大丈夫な気もする。じゃあプリンス多すぎだろ。え、だから8秒や残り、気づいたら。おい、え、おい、ボイドで落ちるんかい。おやめっちゃ強いか。まだラバにしか曲げてねえぞ、ハリネズミ。ちょっかいかけて。逆に他に何に負けるんだろうね。さあジャイっぽいのが来たな。ラバには見た目通り渋くてちゃんと負けて、でもそれ以外意外と余裕があるかな今んとこ。
よいしょ。まあボイドだったんでさすがにジャイかな。ファルチェ、ファルチェですって。ファルチェもあんま見ないね。ちょっかいかけるか、今だし。姉妹プリンはやり得なんでね。いやでも文句俺まだ持ってるの教えてないんで相手に。ファルチェぶっ刺せねえかな。あーいやーこれ言っていいな正直。いやーでこれで、いやマジで結構熱い流れよ。ライトニング、いやマジでそれ苦しいっていう顔してんね。足前プリも行きたい。よしよしよし。でここで射抜いたっていいが、射抜かなくてもいいか。一番痛いタイム強くね、文句だくねの一番痛いタイムさ、あいつどうにもできなくなってるよな。なんかフェニックスとかスケドラとかそういう文句に対してある程度、まあ、弱くはなくてダクネにも戦えるみたいな。ファルチだってファルチ出したいよな。え、出しちゃったよ出したいよなで出しちゃったけど、それ大丈夫そう。反射するだって。でこれボンバーでもいけるやん。やばい、誰やなお前。え、やばい、文句だくね。なんかグロいかなんかそのなんだ相性とかというか、クララワのさ方程式を崩してる気がする。小物系には範囲が強いみたいな。でもその範囲をぶっ倒す文句はもう最強すぎる。これ文句はぶっ倒してんか、全て文句は悪いんだなこれとか言ってたらなんか意外と怖い流れが来そう。よかった。よしよし。ゲーム良すぎだろ。ああいい、取れねえよ。でもこれ警戒できないだろ。その余裕ぶってんのは後悔するぞ。これ入るんじゃね？やば。これやば。ボンバボンバつんや、ボラかわいいよ、マジでかわいいやんクラで一番かわいいかもしんねえぞこのボーラーが。ほんとに何にでも勝てんなこれいやマジめっちゃんこ強い環境今。ザップちょっかいかけて、あーまあラバっぽいかちょっとだけ。おーまあジャイの、あーダクネやだなこれ。まあ俺もダクネ使っているけど、やば、ふふふ、ファイボザップ来ちゃったよね。跳ね返せたらでかかったか。やっぱダクネなんだな時代は。ダガーメタ、まあボンパーで回してジャイダクネファイボザップか。いやなんか相手に文句があってもおかしくないデッキしてんな。いやー戦いずれー。あそう、フェニックスが嫌ね俺視点。ダクネって意外とフェニーに弱いんだよ。お、まあ卵で壊してここのさカウンターやばくない？普通に大丈夫そう？呪文、うわー
バグれ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 。待って、熱い熱い熱い、ボンバーボンバーボンバー、でかすぎる。あ、やっぱ文句あったっすね。でも俺の方がこのジャイとかがいない分ね、高回転で回って強いみたい。キンキドア、あっ、めっちゃんこ強いぞ。なんか今さん結構ね、いやそりゃダメっすよっていうデッキ名前作るんだよ本当に。でもこれに関してはマジで歴代の中でもトップクラスに強い気がする。大当たりデッキだ。いや想像以上に強かったわ。しかも環境デッキにも基本的に勝ってるから、まあ、ラバだけちょっと大変かなとは思いますが、はい、え、マジほぼ負けなかったな。なんで皆さんもぜひね、これみかん坊デッキやってみてください。めっちゃ強かったです。ガーリーにみかんさんでね YouTube 貼ってます。覗いてみてください。ではおどしさ、またね。